日本千葉県市原市養老養老は、千葉県市原市南部の加茂地区にある大技。郵便番号は2900557。養老川をせき止めた高滝ダムは当地にあり、ダム湖である高滝湖が、地域の中央に存在する。加茂公民館や高滝郵便局のある、中心集落は、高滝湖に突き出た、半島上の地形の上にある。北は久保、東は高滝。 南は本郷、西は山口と接している。近世には、和佐国市原郡に属する小佐ぬ村、北崎村であった。1875年11月、小佐ぬ村、北崎村が合併して、養老村が発足した。1889年の町村制志向に際し、高滝村、養老村、本郷村、大和田村、久保村、外部、田村、駒込村、 山口村、腐入村が合併して新たに編成された高滝村の一部となった。高滝ダムは養老川の治水と上水道、農業用水取水のために設けられた千葉県営の多目的ダムで1958年にダム候補地の選定が行われ1990年に完成した127世帯267人全域が 市原市立鴨小学校及び、市原市立鴨中学校の通学区域となっている。高崎駅、小湊鉄道、小湊鉄道線が通過する。地域の中心集落の中に高崎駅が所在しており、駅出口も養老地区側にのみ開かれているが、駅施設は、住所の上では高崎に属する。ありがとうございます。